種種とは、生物分類上の基本単位である。2004年現在、命名済みの種だけで200万種あり、実際は、その数倍から十数倍以上の種の存在が、推定される。新しい種が形成される現象、メカニズムを種文化という。ラテン語のスピーシーズより、単数の場合は省略形 SP で、複数の場合は省略形 SPP。 で書き表す。犬属のある種であれば、ガニス SP、猫属のいくつかの種であれば、フィラス SPP と表現する。生物は無数の個体からなるが、それらが非常に多様な形質を持つと同時に、一定の類型に分けられることを、人は古くから経験的に知っており、それらに名前をつけていた。例えば、虫、魚、鳥、草、苔などである。 さらにそれらの大まかな分類の中にも多様な形質を観察することができ、より細かい不連続な集団に分けられることに気がつく。つまり、形質のかなり細部までが共通する集団が見分けられ、それらの集団の間には不連続性が見られる。例えば、ミカンの木につく青虫を育てれば、そこから出てくる蝶は、黄色のまだらのものか、真っ黒の羽のものかである。前者は、アゲハ蝶で、 後者は黒揚げ派であるが、それらは色だけでなく、羽の形や幼虫の姿でも少し異なっている。また、このような形質は世代を超えて維持される。そのような集団を種という、博物学や生物学の知識の蓄積に伴って、すべての生物がこのような集団に区分できることが明らかとなっていった。それぞれの種に体系的に名を付け、 分類体系を築こうとしたのがリンネである。その百年後にはダーウィンが進化と種文化の理論を提唱し、リンネの形態に基づく分類体系が、なぜそのようになっているか、理論的説明を与えた。しかし、リンネの時代には、生物は現在言うところの絵浮かりょて、深生物しか知られていなかった。現在それ以外にもモネラ、新生細菌、いわゆる競技の細菌、 アーケア、アーキア、個細菌、そして生物かどうかの異論もある、ウイルスやウイロイドといった存在があることが知られている。そしていわゆる深核生物とは、モネラとアーケア、味方によってはウイルスが複数共生した複合生命体であることが定説になっている、細胞内共生説、ミトコンドリア、葉緑体、レトロウイルス等を参照。このため、リンネの考えた、 種の概念は、真核生物では、比較的よく適合するが、それ以外のモネラ、アーケア、ウイルス、ウイロイドといったものには適合性が良くない。モネラ、アーケアは、リンネの唱えた二名法による種名が付いているが、その概念と範囲は、真核生物におけるものとは全く異なることに、留意すべきである。ウイルス、ウイロイドでは、そもそも二名法による種名は付けられていない。 個体間で生殖が可能かどうかは種の判断で重視される。これは種の特徴が世代を超えて維持されるものであること、古くは同種であれば子供を残せるはず、との素朴な判断があったためである。しかし、現在では有性生殖の理解が変化している。つまり、有性生殖はそれぞれの個体の属する系統の間で互いの遺伝子を交換し合う行為であり、 互いに交配可能であれば、いつかは実際にその遺伝子が交換される可能性がある。そのような関係で結びついた個体の集団は同じ遺伝子プールを形成する。同一範囲の遺伝子集団を所有する限りは、形態的にもその同一性が保障されるはずと考えることができる。しかし種における重要な概念の有性生殖による遺伝子交換そのものが深刻生物に 特有の概念である。例えば、新生細菌では、有性生殖にあたる接合だけではなく、プラスミドの交換などを通して、相当に投炎でも遺伝情報の交換ができる。接合が知られていないものも極めて多く、相当投炎の同士でも接合が起こることがある。また、外形は極めて変化に乏しいが、遺伝的には極めて多様なことが知られている。つまり、の定義では、 種を非常に細かく分けることも、非常に大雑把に分けることもできてしまう。現在の細菌の種の定義は、新核生物の分類と比較すると非常に大きい集団を指しているものと思われる。例えば細菌の種分類の基準として用いられることの多い DNA-DNA 分子交雑法で、採血合率が7%以上であることや、核酸塩基配列の相当性が90%、 程度などを用いた場合、動植物では木レベルの分類群が全て同一の種に属することになるであろう。種の定義、概念は現在22以上あり、研究が進むほどに増加している。以下にはより馴染みの深い深刻生物の分類、より厳密に言えば動物を中心に成り立つ種分類上の留意点について記述する。ここには深刻生物でも 植物、菌類、原生生物などでは成立しない定義も多く含まれている。上述した有性生殖の役割も植物、菌類、原生生物では成立しないケースがある。これらでは有性生殖がほとんど認められなかったり、交配できない不和合節合型、クローンや親子兄弟など同じもしくは近い方の間では、 有性生殖が成立しないが認められたりする例が多数ある。このため、荒廃可能かどうかは種の分類に使いにくい場面が多い。専門家の間で完全に同意を得られるような種の定義はない。つまり、生物の集団をどう捉えるかは、研究者、分類群、研究の目的によって異なり、すべての生物の分類に適用可能な種の概念は存在しないということである。 様々な生物を分類するにあたって、外観や解剖学的特徴によって区別することは、最も古くから行われてきた。生物の形態によって種を区別することを、形態的種の概念という、形態的な作用種の同定の基準に用いることは、分類が主観的になりすぎる問題がある。特に視覚的な基準を用いるのは、人間の視覚が発達しているためでしかない。 生物個体のどのような特徴を判断の基準とするかが曖昧である。また、性的二型のような時計を別種と誤解する可能性がある。しかし、現在記載されている種のほとんどは形態的種で、特に化石生物はすべて形態的種である。なお、このような分類では生殖器の構造、特に降雪器の構造が重視される。 これは生殖期の物理的な異が配偶を困難にし、生殖的隔離をもたらす可能性が高いと推定できるためで、生物学的種の同定の基準となり得るからである。北、アメリカでは複数種の同族のホタルがおり、それらは外見上は区別が困難であるが、それぞれの発行パターンが異なる。このパターンによる死有のやり取りで交尾が行われるので、 主観の生殖隔離は成立している。このような生物は隠蔽種 A と呼ばれ、形態によって区別することはできないから、他の概念を適用することで、その存在が知られる。その場合でも、そこに種の違いが存在することを知った上で研究が行われれば、わずかの形態の違いで区別が可能となる場合もある。マイヤーによって1942年に提案された、 生物学では最も一般に用いられている種の概念。この定義では、同地域に分布する生物集団が自然条件下で交配し子孫を残すならば、それは同一の種とみなす。しかし、同地域に分布しても遺伝子の交流がなされず、子孫を残さない、イコール生殖的隔離が完了しているならば、異なる種とされる。例えば、ヒョウとライオンを。 強制的に交雑することによって、デオポンと呼ばれる雑種が生まれるが、デオポンはほとんど繁殖力を持たない。よって、ヒョウとライオンは同一の種ではない。ラバ、ロバと、馬についても同様である。それぞれの生物集団が異なる地域に属していたり、違う時代に属している場合、生殖的隔離の検証ができないため、その生物の形態の比較、 集団レベルでの交配及び受精の可能性の検証、雑種の認定、年齢の確認を通じて、同一の種であるかが検討される。ただし雑種がすべて生殖能力に劣るわけではない。特に植物では、従来の見解では一種であった個体群を交配させて、園芸品種を作ることは、頻繁に行われている。このような時は、この定義を厳密に当てはめた場合種ではなく、 亜種として分類し直すことになる。野生下での交配可能性のみを問題にする立場から、しても、犬族やカモ族、キジ族などの場合は、亜種として扱うことになる。生物学的種を普遍的なものとして扱いたい場合に、最も根本的な問題となるのは交配せず、無償生殖のみを行う生物である。この定義を適用すれば、 すべての個体の系統が異なる種に分類されることになり現実的ではない。はるか昔に絶滅した種を扱う古生物学にも適用できない。また実際的な問題として無数の生物の組み合わせすべてで実際に交配が行われるかどうかを確認するのは不可能である。さらに臨場種の存在は生物学的種に困難をもたらす。 臨場種とは近接して生息する個体群 A と B、B と C が交配可能であるが、離れて生息する個体群 A と C の間に生殖的隔離が存在する亜種の混合個群のことである。この場合、A と C は生物学的に別種であるが、A と B、B と C は定義上同種である。すべての種は時間的には連続した存在だが、 臨場種はそれを空間的に見ているということができる。生物をその生活している場、または日地、生態的地位で分かれているかどうかを判断する立場。実験室内では交雑可能であっても、その生息域や行動から交配の可能性がなく、別個体群として振る舞っていれば別種とみなす。例えば、日本猿と台湾猿は交配可能であり、 その子孫も繁殖力があるが、地域的に完全に隔離されており、その限りでは、形態的さにも差があり、別種とみなして良いと判断する。また、犬と狼はしばしば同じ地域に生息し、交配も可能であるが、繁殖サイクル、行動、学習パターン、主な食料などの点で全く異なるニッチに属しているため生態学的には別種と言える。 地理的に隔離されているものを別種とみなす。種の文化はどんな形であれ、最初に地理的隔離が起きたのだと考える説が有力であるが、それに基づけば地理的な種は生物学的には未分化であってもいくらかの遺伝子の差異が存在し、いずれは完全に異なる種になり得る。一般的にこの地理学的種の定義が用いられるのは生物の地域的変異、 保護などに言及する場合が多い。しかしこの定義では他の定義以上に足と種の区別が困難であり、恣意的に用いることになる。上述の日本猿と台湾猿も厳密には地理学的種である。単系統に属し、他の系統と異なる特徴、進化的傾向を持つ生物群や系統を種とする。この場合、進化的傾向は恣意的であること。 個体群と真の種の間の区別ができないことなどが問題となる。時間的種は種の誕生と終焉によって定義される。種の誕生は種文化あるいは単系等の全身的な変遷であり、終焉とは絶滅あるいは全身的な変遷である。この定義は形態的種や生物学的種が進化的時間を考慮していないことから提案されたが、種の分類には 形態が用いられるという点で、同様の欠点がある。特に親種からの全身的な変遷、孫種への全身的な変遷が起きた場合、どこで種の区別をするかが、恣意的にならざるを得ない。メイデンによる分類からいくつか引用する、研究の積み上げが進んだ中から、現実的には種に分けて、ことが済まない場合が多々見つかる。例えば同種ないとは考えられるものの、 はっきりと差のある群が発見され、種以下の分類を考える必要が生じ、亜種や変種、品種などの階級が作られた。例えば異なる地域に分布する集団からなる種では、種の内部で異なる形態的特徴を持つ地域集団が存在することがこれを亜種と呼ぶ。日本列島に生息する大型哺乳類の多くは、大陸産の同種とは異なる亜種として分類されている。ただし、 アシュと認定される基準は必ずしも客観的でない場合がある。品種は作物や家畜などの人間が飼育した生物の中で他の生物集団より区別できる生物集団を指す。ハイブリッド品種などある品種の子孫が親と同じ品種とされないことも多い。なお、人種は形態学的な特徴の中でも毛髪、目、皮膚の色、 骨格など外部から容易に観察できる形質によって、人という種を解分類する概念である。現生するすべての人種を含む、現生人類は、人か人か人族のホモサピエンスただ一種である。ただし、個人類学は、化石人類にホモサピエンス以外の種をいくつか、認めている。異人種間での生殖隔離が見られないこと、異人種間に見られる。 遺伝情報の多様性よりも人種内の遺伝情報の多様性の方が高いこと、また人種差別への懸念から、生物学的な文脈では人種の有効性は極めて限定的だとされている。種の定義や実在性に関わる議論を種の問題という。新科学の立場から時間的と空間的距離などにより種は変化したり、別の複数種に分かれたりするものであることはもはや、 定説である。輪廻の時代にはすべて、あるいは多くの種は、別個に創造され、変種は、生み出すが別種は生み出さないと考えられていた。しかしそのような種の普遍性という立場を取ることはもはや、できない。現在のところ、種の概念そのものはおおよそ認められてはいる。しかしながら、それを全く認めない立場も含め、様々な議論がある。 この論争は13世紀の普遍論争にまで遡ることができる。ある生物が、その生物たらしめている何だかの本質を親から受け継いでいるから、その種なのだという概念を種の本質主義と呼ぶ。ダーウィン以前の分類の定義、それは主に形態学的種概念であるが、は本質主義に含められる。本質主義では、種は種内変異や人工的な品種を生み出すが、 異なる種に変化することはないと仮定する。本質主義は厳密には正しくないが、形態学的種概念を含めて、現在のいくつかの種概念も異なる程度に本質主義を仮定している。種の問題の原因は次のようにまとめられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。